オッソーラ勇者。今回はゲームボーイのロックマンワールドシリーズの最終作、ロックマンワールド5をやっていくぞ。このワールド5は完全オリジナルストーリーに完全オリジナルボス。なかなか気合の入ったオリジナル作品なんだお。で、スーパーアドベンチャーロックマンエピソード2なんだけど、ちょっと、お渡し気な上に縛りプレイだからもうマイッチングで、ちょっと、なかなか仕上がりが遅くなりそうだから、ワールド5から先にやっていくことにしたお。で、単語のキャラクターグッズ何も持ってなかったから、とりあえず緑の猫で代用しようと思ったんだけど、緑の猫もいないし、しょうがないから、緑と猫で代用したお。というわけでいくお。ロックマンワールド5だけは特別な枠なんだろうね。おっとま。AD2000XX 年。4度目のドクター・ワイリーの世界征服計画は、ロックマンたちの大活躍によってまたしても失敗に終わり、再び世界に平和が戻った。ワイリーはあれから消息がつかめず、平和を取り戻した人々は彼の存在を次第に忘れていった。てんてんてん。そして数ヶ月後、てんてんてん。流れ星。おっと、リア充かな。まったく、困っちゃうよ。そんな朝っぱらからイチャイチャしちゃう。まったく、夕日、あ、変なおじさんだ。貴様がロックマンか、ビッグマック。私の名前はアース、ビッグマックに。貴様の力を見せてもらうぞ、ビッグマックに。初見でこれが避けれる。さすがロックマンさん。硬い。宿敵並みに硬い。じゃあ、アズショット。そんな、ロックバスターが効かない、なんて、てんてんてん。そして数時間後。宇宙からやってきた戦闘ロボットたちの攻撃が全世界を襲った。顔青。ココア、コーヒー派だったのかな。ライト博士によって一命を取り留めたロックマンは、新兵器ロックンアームを装備してもらう。そしてロックマンは再び、平和のために街へと向かっていった。てんてんてん。ライト博士めっちゃいい笑顔なんだけど。果たしてスペースルーラーズと名乗る戦闘ロボットたちの目的とは、びっくりマークハテナマーク。ロケットパーン。さて、じゃあ行こうか。あ、そうだ、先にキーコンフィングだ。いいのか、これで。そうか、今回 LR 押しても色が変わる。 X か。まあこれでいいか。さあ行くよ。あ、ちょっと画面サイズを直すわ。今世界中が大変なことになっているのじゃ。今回は宇宙から来たロボットたちが世界中の大きな街を攻撃して次々と占領してしまったのじゃ。しかもそのロボットたちはスペースルーラーズと名乗っていて、どうやら地球上では発見されていない特殊な物質で作られているため、地球の兵器ではあまり効果がないみたいなのじゃ。そこでわしはスーパーロックバスターに代わる新しい武器を開発してお前に装備してみたのじゃ。なんだかな。ロックンアームといってな、高出力のエネルギーを拳にチャージして相手に打ち込むのじゃ。
これからこのロボットはタンゴと言ってお前の攻撃をサポートしてくれるぞ。猫ちゃん、こちらはこれからアイテム製造マシンをパワーアップしてより強力なアイテムが作れるようにしておくからな。今回はピーチップを集めてこの研究所に帰ってくればピーチップとパワーアップアイテムを交換することができるぞ。では頼んだぞロックマン。オーケー、ちょっくらい来てろ。さて誰から行こうかな。これみんな惑星の名前なんだろうね。しまった、ライト博士の声で のどこ見ろよし、じゃあそうだな、やっぱ最初は粘土マンかな。粘土マン、メリクリお、なんか少し動きが軽いっていうかジャンプが軽い。あん、よっしゃ、なかった。おー、なんだ、よし、おばちゃんという夢を見てます。よし、もう何も怖くない。どこに怖がる必要があるのか。あ、二度寝してたのか今。危なかった。二度寝はちょっと危ないからな。なんで、さて気を取り直していこう。スライディングするから事故るんだね。スライディング事故禁止だわ。よし、なんで下のロックも青いのに本体が青くないんだ。あっ、あ、木だな、マイク。あー、 BGM が夏い。ゴブチ、なんだ、おっちゃん、スーパーマリオ6つの金貨のやつかな。マリオワールドか、マリオランドだった。いや、そんなことはどうでもいいけど、なんだこれ、ルンバか、ルンバなのか。あっち、よし。あ、そうそう、ちなみにさっき見したんだけど、1段階チャージ、フルチャージでこれ、まあ使わないけどね今回は。よし、普通のロックバスター効かない設定なのにあえて使わないっていうね。使わないでいけんの、大丈夫、倒せたから。よし、さっきトゲが怖すぎるんだ。ロックマンする気か。プッチン、よし、カン、あ、キャン、チャン、チャン、チャン、あ、撃っちゃった。キャン、チャン、あ、ないんだ、危ない。なんだ、あ、ボンバーマンに、ボンバーマンに出てきたら倒した。で、よし、あ、よし、
なしにスライディングしたけど、普通にアイテムなかったらただのティーンだから。ケーン。あ、ないんだ。あ。すぐチャージしたことになっちゃうの、姿だね。よし。あ、いい感がある。くらったくらった。くらったくらった。なんでさっきよりくらってるんだ。よし。オッケー。ちょっと。まったく。あ、え、あ。おい、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 おい。よし。あ。よし。なぜ回復アイテムをくれなかったのか。え？ふぅ、すべてを放置してきたら、なんとかのだめで来れたわ。いい感取るからティエティエしちゃうんだ、俺。よし。ぴょんぴょんしたって、ぴょんぴょんしたってロックマンさんには当たらないんだ。あ、ぴょんぴょんしない。ティーンさえ把握したら一番ワンパティーンなボスなんじゃないか。おっとおっと、よし、オッケー。大縄跳びに苦手だとちょっと辛かったけど、俺は別に苦手じゃないからな。お、入んなさいと。よし。あ、見せた。あ、ぶねえ。あん。おかしい。オーナーとでは、ミスらないんだけどな。よし。オッケー。する必要はなかったんだけどね、さっき以外は。よし、よし、オッケー。またフィニッシュはロックアームでフルチャージでいくわ。よし、次だ、次の次だ。よし、よし、行こう。フィニッシュ。のだめも狙えたわね。まったく、粘土マンは何をやってたんだ。ああ、キラキラした何かが。データ下の岩。あ、あ、You got Snatch Buster。 スナッチで使えってことかな。まあいいや、というわけで